海道旭川市のちょっと上にある比布町。ブランド米ゆめぴりかは比布町で生まれたお米である。そんな比布に比布を愛し、比布のグルメを愛する主婦がいる。何か面白いイベントやってないかな。こんにちは。あ、こんにちは。今日お仕事がお休みなので、はい、何か面白いイベントやってないかなと思いまして。あ、そうですか、はい、それでしたらこれからはい、新しくできた駅でちょっとしたイベントあります、はい、それと、はい、お披露目、特産品のお披露目もありますんで、はい、駅もうできたんですか。すごくいい駅ができました。わかりました。今から行ってきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。あの人親切だったな。ピップにあんな素敵なおじさまいたんだな。やるじゃないか、ピップ長。それにしてもできたばかりなのに駅のこと詳しかったな。ああいう町のことは何でも知っている人って貴重だよな。歴史ある看板でございます。そしてこれからも本庁の歴史をつなぎ、あの人どっかで見たような。本当に町民の皆様が待ちに待ったピップ駅、新しい駅舎が完成をいたしました。本当に素晴らしい駅舎になったというふうに思っております。ピップ駅、あの人町長だったんだ。ピップへの入り口でございます。またやっちまったな。本当にまさにピップ町の顔でもあります。それではよろしくお願いいたします。あの看板前の駅にも使われてたんだ。歴史のたすきをつなぐまさに駅伝だ。新しい駅舎にもぴったり、ドンピシャじゃないか。皆さん盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。 TKG セットの完成発表会ということで行いたいと思います。TKG、この説明を含めまして、ピップ商工会大熊青年部長の方からその PR をお願いいたします。お、始まる始まる。ついに完成したんだ、カッパの絢爛の大熊兄弟に赤兵衛の荒尾さんもいる。やっぱりみんな町のリーダーだったんだ。はい、以上お説明に返させていただきます。それではここで大熊青年部長から伊藤町長にこの TKG セットの贈呈がございます。町長とは気づかず先ほどは失礼しました。いいえ、全然構いません。楽しんでいただけました？はい、すごく楽しんでます。そうですか。素敵な駅ですね。ありがとうございます。これからもね、町民の皆さんと協力して、はい、これからもいい駅にしていきたいというふうに思います。本当にありがとうございます。はい、すごく楽しみにしてます。今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。どうですこれ、いかがですか？一ついいんですか？特別です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。失礼いたします。緊張と TKG でお腹がすいた。こんにちは。あ、こんにちは。4月からこちらで、はいはい、ピピカフェピップ駅というカフェをオープンすることになったんです。あ、そうなんですね、はい、試作のメニューができていますので、はい、召し上がっていかれませんか？え、いいんですか？はい、どうぞ。ありがとうございます。
それにしてもめちゃくちゃ素敵な駅だな。を使ったハニートーストでございます、はい、とこちらがポテトサラダとコーヒーのセットでございます、はい、美味しそうですね。ありがとうございます。いただきます。うわー、おしゃれ。まずはピリカハニーちゃんから。甘い、そしてもっちもち。夢ピリカとハチミツの共同作業、ラブラブ幸せピリカハニーちゃん。これは正しいポテサラだ。野菜もシャッキシャキ。トマトもジューシー。こちら自家製のトマトを使ったチーズたっぷりトマトピザ、コーンスープでございます、はい、とこちらは、自家製のトマトジュースと 100% のオレンジジュースをブレンドしております。私のおすすめです。どれも自家製なんですね。はい、ピプ調はとっても農産物やお野菜が美味しいので、なるべくピプ調のものと、はい、自分で作ったものを中心にお出ししたいなと思ってます。素敵ですね。はい、ありがとうございます。トマトでか、存在感半端ないぜ。濃厚チーズのうまさをトマトが優しく包み込んでくれる。この連携プレーも完璧。これはおしゃれに美味しい。丸、花丸だ。初めての出会い。
トマトとオレンジって相性いいんだ。うん、これは飲みやすい。リコピンとビタミン C、 女性の味方ね。黙る。何か隠し味が？何の味だろう？いい味してるね、君。スーパーソーヤ？違う、特急サロベツ183系3両編成稚内行き。美味しい料理に鉄分補給、ピップ駅を満喫。新しいピップ駅からいろんなことが始まりそう。やっぱりピップっていいな。だってピップなんだもん。ございます。おはようございます。今日もピップ町役場放送室からお届けしています。ピップなんだもん。ピップのグルメ第12話はピップ駅とピピカフェピップ駅でした。新しいピップ駅が完成しましたね、課長。はい。ピップ駅は明治31年開業しました。いよいよ新しい1ページ。そのスタートを切ろうとしています。そして今回ピップのグルメ12話最終回となりました。丸谷さん、大変お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。インフルエンザから復帰した丸谷さん、元気はつらつぶりをここで披露してください。イエーイところで課長、はい、課長もインフルエンザから復帰されましたが、元気はつらつぶりを皆さんに披露してください。はい、イエイイエイ4月からもよろしくお願いします。はい、はい、これからもピップ長をよろしくお願いします。お願いします。